どうも、トランペット奏者のまみやんこと中尾まみです。本日はこちら、トランペット初心者必見、パーツ名称とその役割を知ろう。本日はこれからトランペットを始めようと思っている方に特に見ていただきたい動画となっています。自分が使う楽器において基本的な知識を入れておくことは今後の上達のヒントにもなります。トランペットがどういう楽器なのか一緒に学んでいきましょう。レッツゴー。まずトランペットを演奏するのに欠かせないもの、そうです、マウスピース。トランペットがケースに収納されているときはマウスピースはついていない状態です。別々に収納されていると思うのでこのマウスピースをマウスピースレシーバーにつけて準備完了。これで楽器の音が鳴るようになります。木管楽器に比べるとトランペットはマウスピースをつけるだけなのでセッティングが簡単ですね。マウスピースは様々なメーカーからたくさんのサイズが出ており、リムのサイズ、カップの深さなど自分に適したサイズのものを選ぶ必要があります。初心者の方はある程度吹けるようになるまでは楽器にもともと付属している標準的なサイズのもので構いません。上達してくればもっとこうしたいという考えが生まれてくるので、あまりにも吹きにくい場合以外は初めは標準的なサイズのマウスピースで練習してみましょう。では次にそれぞれのパーツを見ていきましょう。トランペットといえばこの3つのピストンが特徴的ですよね。トランペットを構えた時、自分に近い方から第1ピストン、第2ピストン、第3ピストンと番号がついています。なので運指標もその3つの数字の組み合わせで表されています。0と表示されている時はどのピストンも使用しない開放を示しています。第1ピストンから右手人差し指、中指、薬指で押さえ、小指を指掛けにかけて楽器を安定させます。ピストンにはこのようにそれぞれ異なる息の通り道がついており、ピストンを押すことによってその通り道が開かれ管の長さが変化し音程を作ります。第1ピストンは1音、第2ピストンは半音、第3ピストンは1音半変化します。次にそのピストンにつながっているそれぞれの管を見てみましょう。第1抜き差し管、第2抜き差し管、第3抜き差し管といい、つながっているピストンの番号と同じです。第1抜き差し管と第3抜き差し管には指掛けや指掛けリングがついており、第1抜き差し指掛けには左手親指、第3抜き差し指掛けリングには薬指をかけます。この2つの抜き差し管は音程を調節するときに使います。基本的にトランペットの管の中は真空状態なので、それぞれの抜き差し管につながっているピストンを押した状態にしなければスムーズに動きません。ピストンを押さずに抜き差し管をいじったり引っこ抜いたりすると、このように圧縮された空気が一気に外に出てきます。この圧力で楽器が少しずつ曲がってしまったりもするので、抜き差し管を動かす際は必ずピストンを押しましょう。今ご紹介した抜き差し管の他にもう一つトランペットには重要な抜き差し管が存在します。それがこの主管抜き差し管です。一般的にはチューニングスライドと呼ばれています。マウスピースから入ってきた息を直接受けるマウスパイプに直結する部分なので、名称の通り楽器全体のチューニングに関わってきます。
ですが、大体の楽器はチューニングスライドを約1センチほど開けた状態で標準的なピッチを得られるように調整されているので、毎回毎回チューニングスライドをいじらなくてもいいかと思います。ただ全部入れた状態だと基本的にピッチが高いと思いますので、必ず約1センチほど開けた状態で練習しましょう。外気温が高かったり低かったりすると楽器自体の温度が変化し、全体のチューニングも変わってきます。気温が高いとピッチは高くなるので、チューニングスライドも少し抜く。逆に気温が低いとピッチも低くなるので、チューニングスライドを少し入れ気味にすると、どんなコンディションでも同じピッチの感覚で吹けるかと思います。そしてこのチューニングスライドについている、これウォーターキーといって、トランペットの内部に溜まった水滴をここから出します。比較的温度が低いトランペットに人間が温かい息を入れると、その温度差で水滴が発生します。なので特に外気温が低い冬には水滴が多く溜まり、このウォーターキーの活躍が増えます。定期的に水滴を出さないと缶の内部に溜まってボコボコ音が鳴るので、フレーズを吹く前など意識的に水滴を抜く癖をつけておきましょう。最後にトランペットの音が出るこの部分、ベルと呼ばれています。ベルにもいろんな大きさや材質があり、音色や響き方が異なります。ベルから音が出てくるという意識を持つだけで、響きが遠くまで届くというイメージも湧きやすいのではないでしょうか。自分がイメージする音色に合ったトランペット選びができるといいですね。というわけで、今回はトランペットのパーツ名称とともに、その役割を簡単にご紹介しました。自分が扱おうとしている楽器がどういうものか理解できると、より一層興味が湧きますよね。ぜひ今後の上達に役立てていただければと思います。もし何かこういう情報が知りたいなどリクエストがありましたら、コメント欄からリクエストお待ちしております。この動画、良ければ高評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。また各種 SNS、Twitter、Instagram もやっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のまみやんこと中尾まみでした。バイバーイ。